ヤマーン、パパユージのやじかでヤマーン、今週もやってまいりました。何回目だった？ 80 回目？そうです。ああ、80回目、80回も記録されてます。ねえ、80回って言ったらもう見ようと思っても見切れねえよな、ちょっと。まあ、だけど、まあ、ねえ、まあ、自分のこのトークがね、こう記録されてるっていうのはすごくありがたいことで、もう本当、焼津テレビ感謝してます。ありがとうございます。今週末はね、土曜日の夜は静岡の町のシャンティタウンっていうところでね、シャンティタウンっていうレゲエバーがあるんだけど、常盤公園のとこに、そこで歌いに行ったんじゃなくて、こうレコード持ってレコードをかけにね、 DJ レゲエではまあセレクターって言うんだけど、レコードをねかけにね行ってきて、まあ久々にこう面白かったね、レコードかけてね。まあたまにちょこちょこやってるけど、まあ音もね結構でかいし、音もいいし、でまあ何人かでねこう交代交代やるんだけど、もう前の人がなんかいい感じでやってると、もうどん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 こうこっちもドキドキしてきて、やべえ、ちょっと俺も盛り上げなきゃまずいなみたいな、そんな感じでこう相乗効果でだん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 こう上がっていく感じで、レコードだとなんかこう、なんかありがたみがあるっていうか、まあそれ捉え方、人によって違うと思うけど、俺なんかやっぱレコードからかかる音をこう聞けるっていうだけでもものすごい嬉しい。レコードでね、育ったから。で、レコード、結構こうなんかレアなレコードってのあるんですよ。なんかもう、なんていうか、こう聞いたこともねえような、もうかっこいいやつ。そういうのをやっぱレコードをこうかける人たちっていうのはこう、まあ、追求してるっていうか、いろんなね、自分のこの好きなレコード持ってるわけだけど、ね、この前はね、もうこれでもかっていうような、もう自分もレゲエこんな長くもうね、やってるけど、もう35年とか、もう、そのぐらいやってんのかな。その中で、まだまだこう、こんなのもあったのかとか、これもあったのかとか、あと、日本のバンドでこんなかっこいい人たちいたのかとか、いろんな発見がこうあってね、なかなか面白いよ、ザイオンビートっていうね、そういう名前で、昔ね、20年ぐらい前によく、やってた、まあ、イベントなんだけど、静岡ナンバースリーっていうね、クラブでやってたイベントで、あやない食堂のね、店主の、うっちゃんっているんだけど、こう DJ レコードかける人、横浜のね、バナナサイズっていうサウンドシステムで、レコードかけてたうっちゃんなんだけど、うっちゃんとこう一緒にザイオンビートっていうのをね、当時やってて、もう20年ぐらい前、さっきも言ったけど、それはまあいろんなこう、まあシンセとかボンと置いたりとか、これで、その頃は、コラとかね、コラってアフリカのね、楽器、それとかこう、ジャンベとか叩くホズって静岡出身、今、九州の方にいるけど、結構バンドでね、全国的にこうツアーもあって精力的にやってるミュージシャンで、彼がこう遊びに来てやっぱね、このその俺たちのビートの上に乗っかってくれたりとか、まあこうなんかもともとこうクラブシーンっていうか、クラブのこの実験的な音楽っていうかさ、なんかそういうのをこうやってきたくてね、やって、その当時は VJ もいて。VJ もこう映像をバーッとやって、それで音楽もあって、それで俺も、まあこの前のシャンティタウンもそうだけど、マイクも一応つなげて、ディレイもつけて、ワッ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 
たりとかね。うん、まあなんせ久々のね静岡のこう
夜にレコードを持って行ったっていうのがすごく自分なりに新鮮で、それで入り口でお金取ったりとかしてないんですよね、別に、うん、誰でもフリーエントランスで入ってくれて、うん、まあまあ入ってきて音楽を聴いて帰るってわけじゃないから、まあまあ一杯でもこう飲んで、うん、そういう誰でもこう聴けるような、うん、そういう場所になったらいいなっていう、レゲエの間口をこう広くしていきたいっていうね、うん、だから俺もよくあの日本全国行っていろんな人に伝えてるけど、ローカルサンドってあのローカルサンドっていうか地元でやるやつ、うん、もうフリーにしてレゲエの間口を広めて、音楽の間口、うん、それでみんなで楽しんでいこうよみたいな、それでドネーションとか投げ銭のボックスを置いて、まあ楽しかった人はこう投げ銭入れてもらうとかね、そういう感じ、ちょっとフリーだとこう、あ行ってみようぜみたいな感じで気軽にこう行って音楽聴けるっていう、うん、だからフリーでこうただでこう入れて、それで入ったらそこでこうレコードかけ、一枚一枚丁寧にこうかけてくれてる人がいて、まあ音もいい感じだ、いい感じだなんつったら結構まあ面白いと思うんで、うん、まあみんなまた次はね3月11日にまたシャンティタウンでやります。うん、まあだんだんね俺まあ盛り上げていく感じで、うん、お客さんもねだんだん増えていくと思うし、うん、いい感じに、ね、なっていけばいいなと思って、うん、とにかく俺たちこうやる側は、まあ、あのレコードかける人がまあ3人4人、この前4人でやったんだけどね、やる側がこう楽しく、うん、気持ちよくこうできる感じで、うん、そういうふうに、うん、やれたらなっていうね、うん、たまにあいつでもやったりとか考えてるし、ザイオンビート、うん、ね、レコードっていうのもすげえ俺好きでさ、うん、初めて買ったレコードっていうのはシャネルズだったかな、うん、昭和通りのね焼津のサウンドアルファってとこで、うん、そこでシャネルズのね「トゥナイト」っていうね曲買ったんだよ、うん、そしたらシャネルズなんか捕まっちゃってね、なんかね事件起こして、なんか、うん、若い女の人とどのこうのとか、うん、まあ俺でまあレゲエ聴くようになって特に レコードっていうのが好きになったんだけど、うん、もう10代後半はもうレコードガンガン集めてったね、うん、それでまあ20代 もうガンガン集めてった、うん、とことなくこう攻めてったっていうか、もうニューヨークとか行って、ニューヨークのブルックリンとかブロンクスとかね、その当時はもう危なくて歩くななんて言われてたけど、そんなの言ってられねえみたいなレコードを求めてね行ったよね、うん、いろんなレゲエのレコードに入ってったわ、うん、まあマンハッタンなんかはレゲエのレコードっていうか、まあまあいろんなオールジャンのレコードやの中古レコードとかね、そういうとこにも行ったりとか、うん、とにかくレコード買いに行くのが好きでね、うん、だからまあおかげでレコードたんまりあるし、ジャマイカに2年住んだことあって、その時もねレコードガンガン買ってたしね、うん、あの中古レコードもう新品も値段同じくらい100円だったな1枚、うん、でその100円で買ったレコードがね、今となったらもう多分何万円とか、いや、まあその値段関係ないけど、俺絶対レコードって売ったりしないから、うん、そんな高いの買うこともないしね、別にね、まあだけど すごくこう欲しがる人もいるようなレコード、うん、そういうのをもう100円単位でもうバンバン買ってたから、ジャマイカで、うん、もうなんかそういうレコードを売ってくれるおっちゃんとかがいて、うん、一緒に来いなんつって一緒に車乗ってくと民家に入ってくんだよ。ほんで民家に行くとレコードドサーッとかあって、古い中古レコードが、ほんでそこに
そのおっちゃんがポータブルレコーダーのテントウムシみたいなあの赤いやつ、おばあちゃんとか持ってたやつね。おばあちゃんあれで民謡とか聴いてたでしょ昔。ほんであれでこう聴いて、ほんでああいいのあったら買うんだけど、うん、すごい面白かったな。あとレコードをね、仕入れに行く仕事もしてた。うん、一週間に、もう数えきれねえぐらいなレコードが出る、発売されるんですよ、ジャマイカは、その当時。うん。ほんで、日本のシスコってレコード屋に、ジャマイカで出た新譜とかをね、全部リストアップして、それファックスで送って、ほんで、それを、注文来たら、買い付けに行って、こう、送るっていう仕事をね、ジャマイカ2年いたうちの半分やったんだけど、半分とか1年経った後に、うん、あれは面白かったね。すごい世界で一番最初にこう聴ける人たち、そのレゲエっていう音楽の、このレコード工場からバーンってこう発売された、発売される前、ま、レコードショップで発売される前のレコードを一番早く聴けちゃう人、バイヤーたちっていうのは、うん、それがもう毎週毎週何タイトルも出るからね、毎日行くんだよ、毎日行く。うん、でそのレコードプレス工場とか、あとレコードのその問屋っつうのが、そのキングストンっていう町の中に、まあ、10軒ぐらいとかあってさ、うん、そこをもうあっち行ったりこっち行ったり、毎日あそこからこっちこっちこっちとか言って、うん、なかなか面白い仕事だったね、あれね。うん。で、ロッカーズって映画があって、レゲエの。うん。その主人公が、やっぱそういう感じで、レコードのバイヤーで、レコードをこう売り歩くっていう、うん、そういう役なんだけど、なんか、そんな感じの、こう、自分もそこにはまったな、みたいなね、そういう、こう、気持ちになったりとかしてね。うん。だから、ジャマイカからかなりの数のレコードを、日本にこう送ったから、俺がこう送ったレコード、自分が送ったレコードを持ってる人いっぱいいるんだよね、日本にね。うん、まあ俺がとか今言ってるけど、自分はただのバイトで、こう日本人のこうその仕事をしに来た人にこう出会って、あ、手伝いましょうっつって手伝ってた感じ。うん、まあだけどちょっと任されてた感じもあったけど、途中からね。うん。まあそのうち自分でもこう、何人かこうお客さん作って、日本で。自分でもこう買い付け行って、その仕事とは別にこう個人的に。ほんでレコード買い付けて送ってたりとかもしてて、スタジオワンっていうね、古いレコードや、レコード扱ってるとことか行って、こうバーッと買い付けて送ったりとか、まあいろいろやってたよね。うん、まあそういう意味でね、レコードっていうのがすごい好きで、うん、俺子供の頃ね、すごい、これ親父に感謝なんだけど、子供の頃レコードルームがあったんだよ。すごい。うん、なんか応接間って言ってたけど、うちではそこになんか革張りのソファーがあって、でレコードプレーヤーのオーディオセットがあって、でスピーカーが壁にこう埋め込まれてるような感じ。ほんですんげえ音が良くてさ。うん。ほんでそこでこうレコードを聴くっていうのが、すごい子供の頃大好きで。ほんで、貸しレコード屋ってあったよね、当時ね。ちょうど中3とか高1とかそのぐらいの時期だな、俺が。うん。ほんで、焼津にもね、マックスっていうね、貸しレコード屋があったんだよ。三角公園の近くに。三角公園ってすぐそこだよね。マックスすぐそこだよ。うん。で、貸しレコード屋っていうのがあって。そうすると、貸しレコード屋のあんちゃんが、レコードの扱い教えてくれるんですよ。レコードっていうのはこうやって持って。うん。ほんで、ちゃんと拭いて。ほんで、この、ちゃんとレコード聴くんだったら、これ買わなきゃダメだぞ、みたいな。うん。その教えてくれたりとか。ほんで、針でなんか除光液みたいなやつ。あれなんかこうピッピッってやったりとか。いろいろ教わって。その頃はだけど、こう、フロンガスとか、フロンガスの破壊の、あ、フロンガスがオゾン破壊とか、その言われてなかった頃で、シャーってフロンガスぶっかけてたよね、レコードに。
ほんで静電気防止みたいな感じで、ほんでさーって拭いて、うん、ね、まあレコードってね、すごいね、ホコリがついたりね、ちょっとカビっぽくなったりとかね、もうメンテナンスがすごい大変なんだ実は、うん、だから古いレコードとかをまたこうクラブでかける状態に持ってくまでに、あの自分でこう水、ちょっと水にちょっとレコード浸して、ほいでこう拭いたりとかね、いろいろこう手入れしなきゃなんない。うん。だから俺も今回静岡のシャンティタウンでレコードかけに行く前にかなりの時間使ったよ。うん。レコードきれいにするのに。うん。やっぱりガッサガサのレコードかけるわけにはいかないからね。うん。そうそう。ほいでまあ沖縄で教わった技で、歯ブラシの何だっかな、あれエスティマってやつ、うん、あの一番細いやつで、あのレコードの溝のところをうわってやってほこり取るっていう、うん、だけどあれはね、そんなことしてもいいのかって怖くてできない人いると思うけど、そうしたらやめた方がいい責任は持てない。あ、なるほど、ね。うん、俺は自分のレコードだからやってるけど、俺は調子よくやってる。あ、うん、必ず水つけてやる。うん。そうですね。そうそう。山パンさんからです。ああ、山パンさん、ありがとう。実家にはカーペンターズとか、うん、長渕剛やドリフターズのレコードが今もあります。ああ、いいね。ああ、その辺はいいよね、すごく。ね、いいですね。うん。うちもありました。だけどドリフターズとかさ、今聞くとびっくりするよ、演奏力とかね、多分。ね、上手ですよね。昔のね、やっぱその当時のね、人たちすごい演奏力高い、うん、もう世界のレベルだよね、うん、日本の歌謡界っていう、うん、ね、カーペンターズとかビートルズっていうのはどこのうちにもあるよね、どこのうちっていうか、まあそういう好きな人の俺んちもあったね、うん、ね、うん、でそうやってレコード好きで自分がレコード出せた時っていうのはすごく嬉しかったよね。初めて出したのはまあ21ぐらいの時かな。うん。であとまあ今まで自分のレベルでね、自分の自主制作で9枚ぐらい、うん、9枚ぐらいレコード出してる。あ、レコード出てきましたね。あ、これはすごいな。うん、スーパーファイター、アブドラザ・ブッチャーってすごいファンだったな。うん、これは新日本ですか、猪木、わーすごいジャケット、これだけど俺プロレスって言ったらマスカラス・ドスカラスのテーマぐらい、テーマもないっていうか、猪木です。猪木はもう闘魂スペシャル、これはレアですね。これはかなりタンタタントン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 でしょ、これ猪木ね、猪木ボンバーヘッド頑張れって思ってたんだよね、まだ相当思ってる人いると思うけど、これリサイクルショップみたいな、リサイクルショップで1枚100円で買いました。これ100円買いですよ、燃える闘魂でしょ、うん、もうこれはどこ行っても盛り上がるよね、盛り上がる、うん、うん、すごい、かけたことない、ないです。だけどこういう番組で レコード鑑賞会あまりできないでしょ、著作権とか、著作権がダメなんですね。俺やりたいんだけどね、本当はレコードこう一曲かけながらこう解説したりとか、ね、いいですよね。うん、解説って俺解説できるわけじゃないけど、いやだけど解説、この前ザイオンビート一緒にやった大村君っていうんだけど、すごいレアなレコード持ってるからいつかそのやってほしいな。レアなレコードだったら著作権関係ないかもね。わかんないけど、うん、ねえ。猪木かっこいい、うん、ああ猪木俺そうだ、レコードで思い出した、今突然思い出した、
前言ったかもしんないけど、小学校2年の時、うん、それで好きなレコード持ってこいってか先生が言うからね、学校のお昼の放送でかけてやるっつって、え、いいの本当にっつって、ですごい好きなレコードだって持ってったんだよ。俺先生に渡したら何も言わずに戻されて、なんでダメっつったら、お前こんなのかけれねえだろうなんて言われて、いやタイトルがおーちんちんってやつだよね、え YouTube にあるんですよ、おーちんちん。いや俺んちすぐそこの角で親父がねバーやってたんだけど、ギルビーっていう、そこでジュークボックスあって、そこにおーちんちん入ってたから、うん、ほいでそのバーが終わった時にレコードの方向がうちにあって、そこで使ってたジュークボックスに入ってたレコードがいっぱい、ドーナツ版の7インチレコード、その中で一番好きだったレコードがおーちんちんってやつだね。それはでもタイトルだけなんですよね。曲はいい曲なんですよね。いや曲もだけどサビがもうそれ連呼してる感じだから。そうなんですか。もうだから俺はもう牛乳飲んでる人に吹いてほしかったから、うん、それ持ってって、もう俺は小学校2年生なのに学校の一番のヒーローになろうと思って持ってったのにダメでした。絶対あれかかったらもうヒーローだよ、もう全員、まあ、6年生とかみんなもう俺に従う、お前はすごいなって、よくやってくれた革命家だお前っつって、おめえ2年だけどおめえいいよ、お前が番長だみたいな。すごい。そういう思い出があって、まあ調子のいいこと今言っちゃったけど、うん、ねえ、本当にレコードが好きでね、うん、まあレコードの話はこのぐらいにしといて、ちょっとこの続きで今日はね、その前の番組にあのかんちゃやってる正直君ってね、牧之原の人が来てるんだよ。お茶もやってるね、みかんも今日持ってきて、うん、ちょっとかんちゃね、俺もこの前自分なりにやったんだけど、ちょっとかんちゃの話しませんか、ちょっと。いいんですか。うん、突然ね、突然来てもらいます。あ、なんか再登場ですけど、はい、再登場、前の番組から引き続き牧之原の、大将も、はい、座ってくれました。あ、ありがとうございます。うん、ねえ、かんちゃね、はい、かんちゃいいですね。そうですね、本当に簡単にできるんで、うん、誰でもできるお茶って自分ちは言ってるんですけど、うん、まあ、実際緑茶作るとなると結構昔ながらの製法だとしてもホイロっていうね菌があるじゃないですか、うん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 、下から熱源があってそれで揉むんですけど、あれ5時間以上やるんですか。そうやるんですよ、はい。昔の人は半日揉んで、うん、もう半日2ホイロってね2回揉んだらしいんですけど、すごい。もうその後ずっと全身運動でずっと揉んでるんで、僕もちょっとやったことあるんですけど、うん、とてもじゃないけどこれをね2回やるなんてのはね考えられないなと思ったんですけど、これは昔の人は、あ、昔の人っていうか、ね、明治とかね、そのくらいの時はそれを揉んで、うん、それを輸出してたらしいんですよ。ああ、すごいな、ね、ハイクオリティだね。でも聞いた話だと揉む量っていうのは決まってるじゃないですか、うん、自分の手の大きさとか決まってるんで、うん、そんなに揉めないんで、ダフヤシのために桑の葉を取ってきて混ぜたりとか、ね、そういうことをやって、どうせアメリカ輸出しちゃうからって、そうしたらダメ出し食らったけど、うちのお茶はちゃんとしたお茶ですっていうのをね、そういうのをちゃんと決めて送ったりとか、なんか真面目な人はそうしたっていう話を聞きましたけど、そういうのじゃなくて、寒茶というのはそれよりも前の時代、うん、さっきもちょっと言ったんですけど200年ぐらい前に今の緑茶というのができたんですけど、それ前の時代とか、もちろん家庭で飲むお茶は庭に木の茶の木が1本や2本終わってて、うん、それを冬の間にとか、うん、春の昼暇な時にバサッと切ってきて、それを煮て乾燥させただけとか、うん、煮るのもそうだし、うん、あと蒸して乾燥させただけのお茶を毎日飲んでたらしいんですよね、うんうん、昔の人は。それを今のこの寒茶ってことで再現しようとしてるのが、自分ちのこの土と太陽の会っていう会でやってる。ああ、いい、素晴らしいですね。いや、もう俺なんかもうやっぱ分かんないけど、ちょっとちゃっかりこう写真拝見して、はい、多分こういう感じだなって思ってやったらなかなかうまくいって、はい、うん、ちょっとそのね、その教えてくれるところに行けないのもちょっとあれなんだけど、うん、そうですね、失敗もしないお茶なんで、本当に
鶏、うん、買ってきて蒸すだけ、うん、もしくは茹でてもいいんですけど、うん、でそれを乾燥させてるだけなんで、うん、もうほぼ失敗がないし、うん、まあヴィンテージよく島本君ってね一緒の会の人間がいるんですけど、うん、結構島本君有名な人なんですけど、うん、あの島本君も自分のところでも作ってるんですけど、まあ誰でも作れるお茶、失敗しないお茶、あとヴィンテージにもなるお茶なんで、うん、最初摘み取ったばっかの時はあのちょっと何苦いっていうよりも何、うん、ちょっと青臭い匂いがするんですけど、でも1年とか経つとそれがなくなって香ばしくなるっていうかね。ああ俺もね去年やったやつを火入れそろそろしようかなと思ってる、はい、うん、そうすると多分味がね違うと思うんですよ、今年作ったのと去年作ったの、それはそれでね別に飲めないものではないし、うん、あれこのでっかいの入れるんですか火入れは。あ、仕入れはあの柴本くんのあの釜入りの釜があるんで、あこういうやつね、そう、それで、あ、そう、その手でもできるかもしれないですけど、手じゃなくて、機械の回ってるやつ、ね、そう、こうなんかこういう回ってるやつ、よくラジオの放送と一緒にこの映してるやつでしょ、あ、でもそう、あのこうなんかこういうね、うん、あの人、かなりおもろいよね、そうね、はい、うん、今その釜もなかなか手に入らないですけど、あれはね、そう、多分島本君、つてがあって、九州かなんかにつてがあって、そういうのが出てきたら欲しいよってやってあって、多分2台ぐらい持ってると思うんですけど、ね、それを使って、ちょっとこうやっているっていう感じで、ね、ちゃんと再乾燥させて、またね、飲めるような形にするっていうのをやってます。いや、柴本さんはね、素晴らしいよ。そうですね、はい。いや、もう本当にね、もう、静岡県にとってかなりありがたい人だと思う。多分あの島本君のあのうん、まあ、さっきパフォージーさんが言ってくれたように、うん、あのその映像を見ながら自分が作るって言ってたじゃないですか、うん、それも一つなんですけど、うん、島本君ってあの土地に対しての土地とか茶園に対しても、うん、こうしたらこういう茶畑ができる、こうしたらこういうお茶ができるっていうのも、うん、まあ、頭の中で考えながらいろんなところで知識もらうのかちょっと分かんないですけど、例えば穴を掘れば、うん、そこから土圧が抜けるらしいんですよ、土に圧がかかってもそこがね、あの圧が抜ける場所を作ってやって、そこで水の流れを制御するみたいな、なんかそういうことも自分の中で頭で考えながら、そのただ茶葉ができればいいだけじゃなくて、ね、土地に対してもこうやればいいんじゃないかっていうのを考えながらやってくれてる人なんで、なんでそういう話をまた聞きたいっていう人が結構来てくれてね、深いね、そうですね、はい、うん、ただ肥料をまけばいいとかで、あの薬まけば虫が死ぬっていうだけじゃなくて、うん、まあ、それは一つの手段かもしれないですけど、うん、島本君はそれも考えながらあの虫を制御したりとか、あと自分ちもこの土台の会っていうのは草も虫も敵にしない、味方につけるっていうやり方なんで、うん、ただ殺すとか、うん、ただ土を、あ、ただ、ね、畑に雑草を入れればいいとか、うん、何肥料を入れればいいとかね、そういうわけじゃなくてっていう、そういうまあ理論でやってますっていうのがこの会なんですね、うん、はい、あの甘茶ってあの結構ベトベトするじゃん、あ、そうですね、ペタペタします、はい、あれはあれがいいんだろうななんて思うけど、はい、でなんかこう光ってくるじゃん、ね、そうですね、なんかでどこだったかな、岡山番茶だかっていうのがあって、うんうん、岡山番茶っていうのは確かぶった切った木を煮て、うん、それを確か夏やるらしいですけど、夏とか暑い時やるらしいですけど、うん、煮汁をその後かけるらしいんですよ、そうするとあのテカテカしてくるんですよ葉っぱが、うんうん、それがいいみたいな、なんかちょっとそれも聞いたことあるんですけど、まあ、そういうやり方も一つのやり方としてあるよっていうのがバンチャーらしいですね、はい、俺もね自分でやってて思ったのが、カンチャ作ると下のこの沸かしてる部分、はい、あそこがすごい茶色の水たまるじゃん、そうですね、はい、あ、そうですね、なりますね、はい、あれかけた方がいいってこと、あ、かけてもいいしかけなくてもいいと思うんですけど、ただ岡山バンチャっていうのはなんかかけるとテカテカするもんで、それが味に影響あるのか、うん、風味に影響あるのか、栄養価に影響があるか、そこまではちょっと分かんないですけど、いや、あれをさ、貼ってみてさ、これって何に使ったら効果的なのかなとか思って、そうですね、なんかのこう消臭スプレーとかにもなるかもしれないし、そうですね、はい、畑に撒いたら強いかなとか、やっぱり茶畑に撒いた方がいいかとか、いろいろ思って、もう分かんねえとかって、こんなやつになっちゃったんだけど。うん、そうですね、あの甘茶も、うん、あの枝の部分っては実際甘茶の場合使わないんで、うん、本当は枝の部分に甘みとかっていうのもあるらしいんですけど、うん、あのパオユージさん、あの何でしたっけ、もうお茶 3年前作ってるじゃないですか、うん、3年前茶した場合多分茎から甘みとか出るらしいんですよね、あ、そうだね、なんで別に捨てることはないんですけど、うん、でもさ甘茶の場合は捨てちゃうんですけど、まあ、それを元の茶園に返すっていう形でね還元するってことをしてるんで、
そう、その方がいいよね。でそれで、なんで別に売っちゃったわけじゃないんでっていうのが、うん、まあ患者のまた自然に戻すっていうサイクルを作、ね、作ってるかなとはね、うん、思ってます。はい、うん、すごくね、あの自然のためにっていうか、ああ1年伸びたやつだね。そうですね、はい、うん、すごくでかくなるんですけど、それはまあぶった切るだけなんで、ね、簡単に。子供 の水筒にいいよね。あ、そうですね、 それをすごく推進してるんですよ。いや、これ俺自身もよく入れてくよ、水筒に。あ、本当ですか。葉っぱ何枚か入れて持ってって、はい、ああちょうどいいみたいな。30分ぐらい経つと、なんかあの麦茶の悪口になっちゃうんですけど、うん、麦茶って健康にいい健康にいいってミネラルミネラルとか言ってるんですけど、うん、本当にって、ね、ちょっとね、疑問な部分があるんですよ。分かんないよね。そう、意外と輸入のね麦とか使ってたりするとね、うん、意外とそうでもないかなとか思ったりするんですけど、うん、もううちの作ってる缶茶、もしくは患者作る人は別に全然無農薬の葉っぱで、ね、うんうん、できるものなんで、うん、どこにでもある、あ、まあ、静岡だとなんですけど、どこにでもある茶葉でできるんで、うん、本当に健康にいいっていう、うん、健康のために、ね、気を使えるお茶だってすごく思います、うん、でやっぱ次の日になってもね、またその次の日になっても全然変わらないよね。あ、そうですね、はい、これがいいところだよね。そう、漬け込めるっていうのが一番いいですよね、うん、漬け込んでいても味がすごく苦くなったりとかはしないし、うん、まあ、次の日でも飲めるよっていうね、うん、なんで小学生が朝、うん、あの缶茶のティーパックでいいんで、うん、ポイッと入れてもらって、うん、でずっと飲んで、うん、で飲み切っちゃまで飲んでくれて大丈夫ですって。ただ緑茶の場合はそうはいかないんで、アミノ酸が入ってるんで緑茶って、うん、自然のものなんですけど、でもやっぱ熱いお湯でいったりとかすると、あとお昼とかになるとちょっとグエってなっちゃう、なんか変な味にしちゃうんで、それができないんですけど、うん、色もね変わってくもんね。そうですね、はい、ちょっと赤っぽくなっちゃう、酸化してくるもんね。そうですね、はい、でも缶茶はそれがないんで、うん、でなんでできたら小学生に飲んでほしいお茶っていうのも一つね、うん、目指してるところですね、うん、はい、学校の昼のお茶で缶茶にすればいいのにね。そうですね、はい、そういうところもまあ狙ってるんですけど、うん、いやだけど経済的だろうし。そうですね、はい、うん、あれもだけど静岡茶使ってるんでしょ、みんなっていう、あれ学校の粉茶みたいなやつだと。うちの牧野らしは各茶工場から、うん、あのお茶をあの無料提供で渡すんですよ。あ、レベル高いね。それでそれをあの各小学校で沸かし、あの用務員室で沸かしてもらって、うん、お茶係っていう係にあるんですよ、うん、そのお茶係が夜間を取り行ってもらって、ドンってね、あのテーブルのところに置いて、うん、みんなで飲むっていうね。まあ最近はあの結構みんなあの水筒持っていく方も小学生も多いんですけど、うん、それを飲むってしまうんですけど、うん、お茶係っていうのがあって、ね、それを、ね、全部のこう小学校中学校に配っ、うん、ね、農家さんが配ってあげるっていうのがね、うん、毎年の事業になってますね、はい。確か千葉まる子ちゃんの会でもなかったでしたっけ、あのお茶係が静岡県にはあるみたいな、なかったでしたっけ。ちょっと忘れてましたけど、なんかなんかあった。お茶当番とかね。あ、そう、お茶当番、そうさ、確か、うん、お茶当番あったよね、必ず。お茶係って確かあったよね、うん、そういうのやってましたね。こういうでっかいね、金色の、そうですね、はい、夜間でね、そうですね、はい、持ってって、ね、ドーンと送って、うん、先生の教託に送って、うん、そろそろ杉田さんから、ごめんなさい、入っちゃって。杉田さんからちょっとコメント頂戴してるんで読ませてもらっていいですか。すいません。缶茶ありがとうございます。嬉しいです。昔の特に里山の人たちは水の入った夜間に茶葉を入れて、うん、ぐつぐつ煮出して茶葉の入ったまま飲んでいた。古き良きお茶ですね。いいですね。で一回切れてます。うん、そう、杉田さんはあのこの会の会長やってくれてるんですけど、うん、あ、杉田さんね、すごいお茶に熱い人なんで、うん、自分のお茶はもちろんあの普通の観光栽培もやってるんですけど、有機栽培も、うん、まあ、親さん亡くなっちゃったんですけど、うん、まあ、親父の時代からやってて、うん、それでね、缶茶にも取り込んでてくれてるっていうね、そういうあの すごく理解ある、ね、方なんで、まあ、僕もいろんなお店に行ってさ、そのポスターとか、あの豆さんはもうすごい、もう尊敬ですよ。なんでちょっと杉田さんに負担がかかってるんじゃないかってね、結構言われてるんで、みんなでもっと負担を分担しようってね、言ってるんですけどね。やっぱね、こうおしゃれに若い衆らがこうお茶に興味持ってどんどん来るような感じで、そうですね、はい、持ってきたよね。そうですね、はい、うん、なんでこの前のあの会もあのこの前あの患者の体験会だったんですけど、結構若い方がね来てくれて、本当にね、あのもちろん年の方も来てくれたんですけど、うん、若い方はすごく来てくれて興味持ってくれたっていうのはね、うん、それがいいね。
やっぱこれからの若い子たちがね、カンチャとか作るようになると、そうですね、はい、世界は変わってくるね。なんで作っ、うん、そう、あのもちろん飲んでほしいのもそうだし、作ってもほしいし、うん、それをいろんな人にこういうちゃうんだよっていうのをね、うん、みんな伝えてほしいっていうね、そういう思いもあるんで、若い子方がね、うん、興味持ってくるのはありがたいですね、本当に。ちょここら辺とかね、もう静岡県内だったらちょっとパッてなんかこう意識するだけで、なんかこう茶畑持ってる人が身近にいたりとかして、あ、そうですね、はい、それでもう包丁あるからもう勝手にやってくれって人もいたりするじゃんね。だからみんな家庭で作ったりとかチャンスはもう、あ、そう、すごいあるんですよ、すごくあるから、はい、ぜひね、静岡県民からこう甘茶作りね、みんな体験して自分で作るんだって、そこから発信してね、行けたらいいね。そう、意外と県外の方も来てくれたんですけど、うん、お茶の苗ってどこで買うのとかっていう話があるんですけど、うん、お茶の苗って意外と売ってなかったんですよ、そのね、うん、園芸店に行っても、うん、でもまあ静岡だったらどこでも、本当にどこでもあるし、うん、ね、あの抜いてっていうぐらいの勢いであると思うんで、うん、本当にそうなんだけど、ただ県外となるとなかなか手に入、ね、短すぎてよくわかんないのかもしれないけど、手に入らないかなと思うんですけど、うん、一回植えてやればお茶の木ってすごい強いもんで、うん、そんなに簡単なことで枯れないし、ね、あの毎年ちゃんと芽も吹いてくれるし、うん、ね、すごくあの1本あればちょっとしたお茶も作れるし、ね、ね、すごくね、便利な木っていうか、ね、あの使えるなと思うので、うん、ぜひね、あのみんなもお茶作って、お茶作りしてほしいなってすごく思いますね。結構だけどお茶って伸び、あの俺も庭にね何本かあるけど、なかなかでかくなってかねえな。そうですか。うん、やっぱちゃんと手入れしなきゃダメってことか。あ、そうですね、あ、やっぱ剪定が必要ですよね、やっぱ。ああ、剪定はしてるけど、あと、うん、本当にいい時期に剪定するっていうのも必要で、うん、ちゃんと植えた時にすぐ剪定してあるんですよ。そうすると葉っぱがわーって出るんですけど、うん、そのままボンと植えておくだけだと一本だけスルって出て、それで終わっちゃうんですよね。あるある。そうなので、自分ちは苗木買ってきたら植えるじゃないですか、うんうん、もうすぐ切っちゃうんですよ、上を。あ、すぐね。そうすると横目の脇芽わーってね、うん、春出てくるもんで、うん、それで茶園を大きくするっていう、そういうやり方はやってますね、はい。そうだね、結構なかなかでかくなる、まあでかくなるのもあるしね。で、在来種とかもう抜いてっていいよって言ったら教えてください。もらいに行きたい。ね、在来種をちょっと増やしていきたい、ね。そうですね、在来種なかなかなかったりね、うん、意外とあの種も植えても出てこないとかね。いや、もう何回もやってるけど全然種難しいよ。種難しい、かなり豆じゃないと。種は植えるとそこに根っこが下へズーンって入っていくもんで、うん、すごくあの強い苗っていうか強い茶の木になるらしいんですよね。そうだよね、クローンのやつと違うよね。あ、そう、全然違うんですよね、はい、うん、もう本当に種から生えた一本の直根が下に、ね、うん、突き刺さるんで、すごく、ね、中国なんてほとんどそれでしょ。あ、そうですね、はい、そうらしいですね。俺中国雲南省行った時はね、一本立ちの木がこのぐらいののがどん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 って、ああやってこう、はい、バーって繋がってなかったね。あ、はいはい、うん、ちょっとまあやり方が違うんだよね。そう、やり方の多分、はい、機械の違いとか。そうですね、はい、基本的にやっぱね、手摘みとかが多分今でも主流だと思うんで。向こうはなんかそうだね、あの部族系のおばちゃんちとかも手摘みでガンガンやってるからね。うん、その お茶屋の醤油屋さんみたいな人がいて、まあ食べ物とかそういうのは全部もう保証して、はい、みんなに手伝ってもらってるっていう生活はできてますみたいな。うん、そう、僕もスリランカ行ったことあるんですけど、うん、スリランカもそういう形で、うん、あのお茶の時期に合わせて移動するみたいな、なんかそんな、うん、ね、うん、しかも国策でね、大きくしてるもんで、うん、お茶やりますって言えば家がもらえたりとかするらしいんですけど、うん、ね、それでね、すごいお茶を大切にしてるってあるんですけどね、うん、らしいですね、はい。牧野原で、あの相良でレゲエの歌い手でトミーっているんだけど、お茶の歌歌ってる、知らない？あ、それあの蓮池さんですかね。蓮池くんの、友達。あ、そう、あ、よくわかんない。蓮池さんはね、あの蓮池くんはこうなソムリエみたいになってるよね。あ、多分やってる。あと牧野原のお茶宣伝隊の隊長っていうのをやっててくれてて、うん、この前お茶の定茶のイベントがあったんですけど、うん、牧野原でその時ね、あの来てくれて、毎回なんですけど、そこであのいろんな音楽流してくれる、レコードでね、多分レコードだと思ったんですけど、で音楽流してくる、そのイベントに対して。あ、いいね、蓮池くんはいいよ、ずっと流してくれる、うん、しかも来る格好が着物で来てくれるんですよ。いや、いいね。風情のある着物で、うんうん、あの着物であのちょっとおしゃれな音楽を流すっていうね、うん、毎回やってくれる方なんですけど、うん、はい、うん、
お茶の歌歌ってるね。なんか聞いたことあるかもしれない、うん、佐賀のね。俺もね、静岡県の PR ソング歌ったことあって、はい、うん、その中にお茶のフレーズもあるよ。どうだったの、静岡名物盛りだくさん、日本一だよ茶の名産地、お茶めちゃ美味しい茶茶茶の茶、チャッキリチャッキリチャッキリなってやつ、うん、もうだけどなんかもう放送されなくなっちゃったよ、ほとんど。またちょっとぶり返してほしいんだけど、うん、よくかかってたんだよね、なんかいろいろ。ほんで新宿アルタの大画面で流れたりとかして。本当ですか、すごいじゃないですか。でそれを見た俺の友達はびっくりして、世の中ひっくり返ったかみたいな、なんでなんで友人が映ってんだみたいな、うん、すごいですね。そう、いやお茶はね、もっとね、ね、もっと行きたいですね、お茶ね。そうですね、うん、だけどだいぶなんかこう若い人の中ではお茶がこう流行ってきてんじゃないの、少しずつ。そうですね、あの東京とか行くと、うん、やっぱ本物飲みたいっていう方が結構いるらしくて、いいね、あの何軒かそういうお茶専門店があって、うん、もちろん海外から来た人もやっぱ日本にお茶があるっていうのを知ってくれてる人はそういうとこ行ってくれて、すごい高いんですけど行ってみたい、ね、飲む、ね、場所もあるっていう形は聞くし、うん、ちょっと行ったこともあるんですけど、うん、ね、ただ地元の人が結構今最近元気がないんで、ちょっと元気にしたいなとは、ね、思っているんですけど。川根の茶名館ってあるじゃん。あ、はい、あります、ね、あそこって300円払うとさ、おばちゃんがお茶入れ方教えてくれたりの、はい、飲ましてくれたりとかして、2種類のうちから選んで、ほんでなんかこうスイーツもついてくるみたいな、はい、300円安いよね、はい、牧野原にもあるの、そういうとこ。牧野原は、うん、まあこのここに来てくる秀夫くんってね、うん、塚本あの笑い具合の秀夫くんのいつも行ってる、うん、あのカフェがあるんですけど、うん、そこの、ね、カフェとかので飲めたりとか。え、なんていう名前のカフェ、あ、なんでしたっけ、三橋さん。あ、そう、お茶の三橋さんとかでね。あ、そこはバッチリなお茶出すんだよ ね、現地のいろんな種類ある。あ、そうですね、あ、いろんそんなに種類はないと思いましたけど、うん、僕も一回しか行ってこない感じなんですけど、うん、ただそのあの三橋さんの厳選したお茶をね、確か飲ませてくれ、一杯100円かなんかに飲ませてくれて、100円安いそれであのスイーツもつけてくれるっていうね、確かあ、そうだね、いやー、それ中国みたいじゃん、もういいよってぐらい出してくれるよね中国なんて。ああ、そうとかあんだね、ちょっと行ってみたいね、牧野原もね、遊びに行ってみたいな、なんかそういうとこ。まあちょっと柴本くんとこでね、ちょっとね、入門しねえとダメだな、一度な。うん、俺も釜入りちゃんが好きで、はい、うん、自分なりにやってるから、どうしてもやっぱその先分かんないっていうか、ここまではいい感じで来てるけど、この先があってやっぱウーロン茶っていうのがかなり難しいじゃん。そうですね、うん、その木の茶器の、まあ、種類もあるかもしれないけどね。そう、あの結局焙煎とかもするんで、うん、焙煎もするし、そのあ何年か経った後にまた焙煎もしたりするんで、うん、やっぱそういう多分技術がね、彼本人 の、ね、あのやり方があると思うんですよ、うん、ただ作るだけじゃなくて。まだ30代だったっけ、彼は。あ、そうですね、まあ30代ですね、はい、いやもう日本を代表するお茶マスターになるね。そうですね、はい、もうなってると思うんだけど、はい、そうなんでさらにこうね、そう、この回にも、うん、あの体験会にも多分ですけど柴本君目当てで来る人もいるんですよ。柴本君の話をしたいとか、うん、柴本君の話を聞きたいってね、うん、会ってみたいとかっていう人が結構来てくれる。いや、すごい興味あるよ。この前ね、結構話できたけど、ピースティーファクトリーのイベントで、茶町のなんだっけ、あそこマルシェもやる石の倉、うん、あそこで、うん、出店してて、そこであのウーロン茶とかね、いろいろ買って、すごいうまいね、ナチュラルでね、うん、素晴らしい、ね、若いのに。そうですね、いろんな、うん、いろんな理論に基づいてやってるっていう感じですね、うん、自分家のお茶は、あ、自分家のお茶は、うん、あの本当に普通の観光栽培なんですけど、うん、自分自身は、うん、ただあのね、このままじゃお茶ってどうなのって自分の中には疑問点があるんで、うん、あのこの寒茶とか無農薬茶にも挑戦してるという形で、やっぱ、ね、自分でじゃあ無農薬でもう一応畑のどっかでやってて
ほんのちょっとだけあの紅茶用のやつはあるんですけど、うんうん、実際あのなかなか親父の理解っていうのがなかなかないとできないっていうのが、うんうん、まあ実際だし、なかなかで商売に見つけるっていうのは難しいかなと思うと、うんうん、ただかかるから、ね、そう、それもあるし、で、まあ、自分自身はこの患者の会でね、うん、この門脈をやって理論をね、うん、自分は学ばせてもらってるっていう形ですね、はい、うん、そうだね、そういうやっぱ自然のマスターがいるから ね、はい、すごいよね。なかなかこの自然のっていうのを理解しようと思ってできる人と全然理解できないっていう人がいるらしいんですよ。僕高橋さんって自然の先生に聞いたんですけど、ああ理解できない人はもうバリア張ってるでしょうね。あ、そうですね。なんで、うん、土に肥料、化学肥料をボンと置きました、うん、とするじゃないですか、うん、ほんと土に与える影響って例えば肥料が濃すぎちゃって、うん、微生物が死ぬとか、うん、っていうことが考えられるじゃないですか、うん、頭的に、うん、でも微生物が死んだっていうのが実際目で見れないじゃないですか、うん、そうするとなかなか現実感がないわけじゃないですか、土にどんな影響があるかっていうのは、うん、まあ、何でもまあ目に見えるものと目に見えないもの、目に見えないものを信じないっていう人多いよね。そうですね、はい、なんで、ね、うん、信じるでしょ結構いや俺なんかすごい信じやすいですよね。そうなんで、うん、そういうのも理解しようとする頭にならないと、なかなかその無農薬だとか、うん、あの有機栽培のこの野菜ですよとかって言っても、うん、あんまりねピンとこない方が多いらしいんですよね、うん、やっぱちょっとは理解しようっていう脳がないと、ね、難しいのかなと思いながら自分も理解できるように努めてはいるんですけど、はい、そうか、杉田さんのお茶も飲んでみたいな。そうですね、杉田さんもあの 紅茶、うん、紅茶作り結構やってて、ああ飲んでみたい、俺もあの趣味だけど紅茶作ります。僕もまだ趣味、僕もまだ趣味程度ですけど、うん、紅茶作ってるんで、はい、いや俺はまあ家庭で できる紅茶を目指して、はい、うん、緑茶とウーロン茶、うん、紅茶もあのこの前ここの、まあ、昔この会で話してたんですけど、うん、あの片手1個の茶葉からもう紅茶の場合できるんで、うん、この1つかみからできるんで、あ、1つかみからね、できるんで茶葉がの場合できるんで、うん、ぜひ挑戦してほしいなってね、そうだよね、うん、ちょっとお茶の話盛り上がりすぎてもうこれ止めようがないんで、ここら辺で止めて、また、松永君にゲスト来てもらって、今度はね、最初からもうお茶トークで、あの杉田さんとかも来てもらったりとか、みんなでお茶トークを、じゃあ今度、いつか、ね、お茶飲みながら、ね、ここにテーブル置いて、お茶飲みながら、そうですね、それぞれのお茶を持ってきて、いや俺も俺でちょっとプロの人たちに出したっていうのはちょっと悪いんですが、だから俺も俺で持ってきて飲んでもらって、ちょっとまあこれはとかいろいろ言ってもらったりとか、いいんですよ。お茶には僕の理論だと、うん、お茶にはまずいお茶はないっていう理論が自分の中にあるんですよ。ないよね。そうなんで、よく、うん、あのお葬式でもらったお茶はまずいとかって言うかもしれないけど、うん、入り方ならなんだで工夫すれば全然おいしく飲めるって自分思ってるんですよ、うん、なんでね、あの、うん、おいしいお茶もまずいお茶は全然ないと思うんで、うん、ぜひね、いろんな、ね、お茶飲みたいなと思うのと、うん、ね、さっきもちょっと言ったんですけど、やりすぎちゃって青木さんにもう帰ってくれって言われるぐらいね、うん、ちょっとなんだよ、ぜひどうもやりましょう、はい、うん、俺もまあ煎茶とかでも、もう飲む前にちょっと半年ぐらい過ぎちゃうと、ちょっとあのバッて、うん、火炙って、はい、炙ってからこうやったりするよ、ね、炙るだけでもちょっと風味変わってね、だから最近飲む煎茶っていうのはほとんど炙る、うん、ね、お葬式のお茶がまずかったらちょっとね、よく行ってもらってほうじ茶にするっていう手もあるし、ほうじ茶にしてもね全然いいか、全然いけるもんね、はい、うん、むしろ東京の人の場合ね、ほうじ茶の方が好きっていう方がね逆に多いんで、いるね、あと加賀棒茶とかね、そうですね、はい、そういうの好きな、あのもうまいもんね、うん、そうだ、この前あの石の倉であの保存会の人たちが、はい、藤田 の手もみでやったやつ、はい、つも飲ましてもらったんだけど、煎茶、はい、まあ桁が違うね、あ、そうですね、はい、あれはなんかやっぱ飲めてラッキーだったけど、そうなかなか飲めないし買えないんですよ、いや買えないでしょ、はい、普通は買えないですよね、はい、うん、友達からこう回してもらったんだけど、はい、すごい全然違う、もうなんか1本がビャーッと長かったりとかさ、そうですね、はい、本当に手間暇かけるっていうかね、うん、半日かけて1日ぐらいかけて揉むんで、2分ぐらいなんか置いてくれって書いてあったね、はい、なんかあ味が出るように、うん、手もみだから、そうです、ね、結局あの機械もみって機械なんで、うん、すごく力かけるんですよ、うん、お茶に茶葉に、うん、なんであんだけ味も出たりとか緑色も、ね、すぐ出るけど、やっぱ
もともとのお茶ってのは金色透明って言葉があって、うん、もう色自体はないよ、うん、あるようでない金色っていうのが本来のお茶の色らしいんですよね、うん、なんで多分それが手もみ茶で再現できてるっていうのがね、うん、この手もみ茶の良さだと思うんですよね。もうなんかすごい感動した、はい、飲んだ時生まれて初めてだったから、はい、もうこれはすごいって、もう茶葉見た瞬間、うやっべえ、これはもう貴重だから慎重に入れなきゃなみたいなって、うん、そうですね、あの多分手摘みしたお茶だし、うん、手でも揉むから、あの多分茶葉を引き上げれば、うん、多分元に戻ると思うんですよね、茶葉自体が、ね、でかい粉々になってないっていうことで、ね、うん、本当に酔ったお茶っていうか、ね、うん、そういうお茶だと思いますね。俺もうお茶の話だ止まんねえよ、ね、うん、もう終わりそうになったけどまた盛り上がっちゃったけど、うん、まあそんな感じで今日は途中から牧野原の増永君にね、かんちゃんの、うん、あごめん、何の回だったか、土と太陽の回、あ、そう、土と太陽の回の、ね、はい、増永君に、はい、突然入ってもらって、はい、お茶トークになって止まらなくなったんでここら辺やめておきますまたゲストで呼びますので、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ぜひまたお茶やりましょう、はい、ヤマン、パパユージのラジカヤマンでした。ありがとうございました。はい、チーズ、はい、オッケー、ありがとうございました。